キックリ文章が刻まれた2枚の粘土版、キックリテキストは1906年にアナトリア半島のボワズキョイで風合ビンクラーが発見した粘土版の一つである。4枚のタブレットからなるカ株 I13I は設計文字が刻まれており、後に解読されたところによると、キックリという人物が馬筆の球児や調教について述べた文章であった。キックリは 紀元前15世紀に生きたミタンに出身の古利人である。またボアズ教衣は、その後の研究で、ヒッタイト心王国の首都、ハット社のあった場所であることが分かった。4枚のタブレットはそれぞれ別の書記により書かれている。紀元前15世紀に書かれたテキストを、全13世紀に新ヒッタイト語へ翻訳したものであると考えられている。ボアズ教衣出土のタブレット群は、 アッカド語を記述したものと同じ設計文字で書かれているが、当初は読めず、1915年に、ベドジヒ・フロズニーにより、イ陰ー語族に属する言葉であることが明らかにされた。キックリテキストもヒッタイト語で書かれたものであるが一部に、古リ語の古い表現が残り、しかもその表現には、ヒッタイト学者のアンネリース・スカムメン・フーバーによると、文法上の誤りが散見されるという。 また、言語学者のマンフレッド・マイヤー・ホーファーによると、数詞や職名など一部の専門用語に、明らかに、インド語派の古代語と共通性がある語彙が含まれるという。キックリテキストは、未ンに生まれの馬筆調教の達人キックリは語る、という文言で始まる。ヒッタイトの戦車、ニランドは、1991年から1992年にかけてオーストラリアにて、 複数のアラブ種の馬に対してキックリ文書に記載された7ヶ月間のプログラムを適用し、キックリ文書の再現実験を試みた。キックリテキストが取り扱う内容は、馬の体調管理に限っており、育成については取り扱っていない。ミタンニ人は、馬の調教のやり方を広めることに貢献した民族だった。ヒッタイト人はキックリから、馬の扱い方を教わった結果として、 強力な戦車の軍団を揃えることができ、現在のトルコ。しかしながら、キックリは、馬を戦車に繋いで行う訓練に費やす時間よりも、長い時間を、速歩や駆け足をさせることに費やしている、24から27。キックリが教える、体調を管理法においては、驚くべきことに、現代の総合馬術やエンデュランス馬術競技の機種が、効果的に用いる、 インターバルトレーニングがすでに用いられていた。馬を厩舎につなぎ、湯で洗い、煙幕や大麦を少なくとも、火に三回与えるという点では、キックリのやり方は、現代の普通の馬の世話の仕方と変わらない。その一方で、キックリは、整理運動を行わせること、百十九から百三十さらに、駆け足の旅ごとに、馬の緊張をほぐすために休憩を入れ、進んだ訓練法として、 駆け足のインターバルに運動を行うことを推奨している40。これは今日インターバルトレーニングとして知られているものと同様のものである。この方法は1960年代頃になって初めて馬スポーツの専門家により研究されたものである60。また、キックリの体調管理プログラムは訓練の継続、負荷のピークをシフトさせること、電解出地管理論。 ファートレックトレーニング、インターバルと反復といった近代的なスポーツ理論に否定することができるようなスポーツ医学を含んでおり、これにより筋繊維がじわじわと引き締まって、金星の取れた馬体へと馬を導くことができる。38ありがとうございます。